しらすと梅しその混ぜ込みおにぎりを作っていきます。白ご飯1合にしらす大さじ3、刻んだ大葉2杯分、ほぐした梅干し3つ分、ごま油大さじ1、鶏ガラの素小さじ1を混ぜます。あとは混ぜ込んだご飯を気合を入れてギュッギュッとおにぎりの形にすれば完成。